なるほど。そういうことか。ほら、残ってる、残ってる。こっちに持ってくるぞ。腕はついてくるだけか。そういうことね。あ、今の分かった。今の分かりやすいわ。なるほど。もう縦ラインが前になった。いつもこっちなの。でも粘るだけでこんな変わるんだ。あ、ごめん。あ、だけど前に行くわ。粘れば粘るほど。なるほどね。あ、今こっち掴みそう。あ、今理解したわ。そういうこと。だから今までこうして、こうしてた、こうなったんです。ああ、はいはい。これ、いいっすか。ああ、はいはい。あ、まあ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 。おお、来た。気づいたわ。どうしたんですか。いや、体の使い方ってやっと気づいた。おお。20年ぐらい野球やってたんですけど。まあね、今までね、こうね、野手としてね、このヒップファーストっていうのが正直ね、あの、まあ俺ね、自分で言うのはないけど、地肩が強い分あんま下半身気にしてなかったの。クルーンクルーンタイプ。クルーンタイプ。それが今ね、あの野茂英雄をやったことによってすごいこう粘りというものを感じれて。今のキャッチボールはね、まあ、あのリリースが俺早すぎるから上に抜けちゃったんですけど、これね、これ今ね、掴めそう。足を上げます、はいはい、そしたら、まずこのお尻から、うん、大きくなってお尻からこう、体重を移動してくる。これよく言われるよね、これね、ヒップファーストね。これ俺できなかったんですよ、理解してなかった。でも、足上げるときに重要なのはここの股関節です。ここに近いね、ここに近いってな、意識をして、はい、しっかり軸してね、はい、で、移動するときになって踏み出すぐらいで、今度は反対側のここに力を移動させるんですよ。ああ、そうそうだね、うん、そうそうそう、なるほどなるほど。移動したときに、音が回してるね。移動して、移動しとくから遅れて、うん、もうバッティングと一緒だよね。なるほど、ちょっと今掴めそう、マジで。ちょっともうちょいやってみよう。よし。
こ合ってんだよ俺。翔平君ね、いいっすか、あの俺がどんだけ開いてたかが分からないいいっすよ、こう来てもうこうあるのすぐあの前に行かなきゃいけなきゃみたいな、じゃなくこういうことね、マンション使うんですよ、そういうことだ、だからみんなプロ野球選手がもうこうやってこうなってたんだね、からこれより確かにこじんまりしてる、なるほどね、確かに素晴らしい、今度から教わります、大きく投げる、いいねいいね、OK、了解、じゃあ今日はこれでおしまいですね、ナイス、はいどうも、じゃあ僕の成長見といてくださいよ、よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。